海津市南端の木曽三河公園。川は上から木曽川、長良川、伊比川。三河分流工事によって、このように完全に3つの川が分離された。木曽三川分流工事は、1887年から1912年に行われた木曽三河完全分流工事。オランダ人義士ヨハニスで霊家が作成した計画に基づいて施行された。単に、 三河分流工事、あるいは宝歴地水と区別する意味で、明治地水とも呼ばれる。三河の流域は、古くから洪水による水害が多く、三河も大洪水によって、分流、合流を繰り返していた。1754年の宝歴地水以降、和獣地帯の洪水は放置されたままであり、1871年。 岐阜、愛知両県の堤防取締役らが、三河分流を、明治新政府に上申したが、聞き入れられなかった。分流工事前の時点では、木曽川と長良川は、現在の東海大橋のやや上流で合流し、国営木曽三河公園の付近で伊比川とも合流し、直後に、現在の伊比川と木曽川に分岐していた。三河の東岸は、木曽川とその葉川である鞘川に挟まれた。 細長いタツタリン中となっており、高須和獣は三つの歯川によって、小さな和獣に分断されていた。和獣地帯を中心にした愛知県、岐阜県、三重県の三県一体の陳情により、明治政府によって招かれた十人の、親とい外国人のオランダ人義士のうち、ヨハニスデレイ家が1877年に派遣された。翌1878年に三河と周辺の地形を、 調査し、1885年に分流計画書を作成、1887年に着工された。基礎参線の完全分流工事の主な目的は以下の3つであった。洪水対策は重堤防内の排水改良、掘ったの改善まず、オランダから運ばれた、春節線基礎川丸での基礎川川口の川底掘り下げから始まった。 工事中には土地を失う地主の土地買取り拒否や、大雨や台風によるたびたびの堤防決壊などで、難航し、一応の完成は1899年、全工程完了は1912年となった。木曽川と長良川は、高須和重の東部を新長良川、立田林中の西部を新木曽川とし、間に、ケレップ彗星の技術を用いた包みを築いた。 現在の国営基礎三河公園付近は、油島千本松締め切り堤で伊比川と長良川が完全に分流され、新基礎川と新長良川に挟まれた福原には、船の往来を可能とする先導平良門が建設された。三河の東岸では、鞘川が廃川となり、高須和銃では三つの葉川が堤防で締め切られた。また、基礎川と伊比川の河口には、 伊勢湾への流れを制御するための導流堤が設けられた。一応の官僚を祝って行われた1900年4月22日の成功式は当時の山形有友総理、西郷嗣道内務大臣らが参列する盛大なものだった。陳情から28年、着工から12年の年月を要し、当時の最新技術に基づいた完全分流工事は、 一しい効果を上げ、旧海図群などの1899年の10年前後を比較した資料によると、水害による死者は306人から10人へ、全壊家屋、または流出家屋は15,436件から304件へ、堤防の決壊箇所は1,821箇所から226箇所と激減し、明治改修の効果のほどを物語っている。 ありがとうございます。